はい。まあ、バブルバックについに来ましたね。これはもう、ロレックスでも、バブルバックの中では有名な2940っていうリファレンスですね。3つありますけれども。正式にはオイスターパーペチュアルですよね。まあ、クロノメーターですね、これも。でもうこの時代に入ってくると多分戦争の影響なんですかね。ロレックスも廉価版、まあ、ケースがですね、2ピースケースになってしまいますので、まあ、ちょっと廉価版的な感じがするんですよね。まあ、やっぱ3ピースのケースがあまりにも素晴らしかったので、ちょっと2ピースになってしまうとどうなのかなっていう感じはするんですけれども。はい。で、まあ、一応2ピース構造になって、ベゼルはもう取れなくなってますね、これでは。で、ベゼルとミドルケースが一体となるわけですけれども。で、裏蓋ですよね。裏蓋がこういうふうに、ボカーンとでっかくなってます。これはまあちょっとロレックスの特徴なんですけれども、ついにというか、ここで自動巻きが完成するんですね。で、これ開けてみますけれども、ちょっと、まずこっちから行こうかな。もう裏蓋にはこう、なんちゃらかんちゃらっていう、いろんな特許みたいの、なんかなくなってますよね。なぜか知んないですけど。するかな。なんで映らないんだろう。すいませんね。すいません。まあ、ロレックス、王冠のマークに。こういう感じです。でも、このバブルバック、まあ通称 NA ですけど、機械的に NA。この、機械なんですけどね。まあいろんなメーカーでこの自動巻きのローターをですね、どうやって、まあ、当時の工作機械の技術のレベルも悪いんだと思うんですけど、まあ添付に当たったりするともう、時計自体がもうダメになっちゃうんで、どうやって、まあこの、フルローターのですね、大きなローターを機械から守ろうという発想の一つなんですけど、ロレックスはついにもう機械自体をカバーで覆っちゃってるんですよね。そうやってその上にこうローターをつけるという、まあ、画期的っちゃ画期的だし、まあそれだけこう頑丈に作ったってことですよね。で、これはもうでもすごいと思いますね、この頑丈さっていうことで言うと。まあメンテナンス性がちょっとそのことで落ちるんですけれども、だからいろいろこうやってくれとか書いてありますけれどもね。まあだけどこのがっちり覆って、このローターのこう軸からずれても、なんとかしてしまうという、この方式はまあさすがというかね、だから分厚くなってもいいんだっていう発想ですよね。とにかく、しっかり作ろうと、がっちり作ろうと、機械もですね、自動巻きを。まあ、この発想にはもうたまげますよね。他のメーカーもいろいろやってますけど、ここまではやってないですからね。ケース、機械を覆ってしまうカバーを作るっていう発想ですよね。いや、すごいです。で、まあ、この NA の機械がみんな入ってるわけですけれども。そしてこのローターがセンターセコンドにしたおかげで、デグルマー方式を使いながら、そこで熱くなってるのに、それをまたカバーで覆ってローターをつけたというね。まあ、とにかく、おったまげーっていう機械ですよね。いや、すごいと思います。感心しますよね、ロレックスには。